遭難から12日目。おはようございます。今日は引っ越しです。はい、この島に家を建てることにしたので前の島から荷物を運んでこようと思います。中身を出してコンテナをいくつか空にしました。これから動画にゲーム内の高波が出てきます。波にトラウマがあったり気分が悪くなる方は1分40秒あたりまで動画を進めてください。待て待て、嵐来てるよ。大丈夫大丈夫、この間も平気だったからさ。大船に乗ったつもりでドーンと任せな。小船よりも小さいっつの。嵐の中出航してしまった。大船ならまだしも、こんな小さなイカダで絶対に無謀だろこれ。大丈夫ですよ、だってこのお姉さんちっとも揺れてないもん。揺れてないのはただの仕様だと思われ。ほらほら、実は荒れてる海に見せかけてスルスルっと上を滑って。あ、磯の波平、あなた波トラウマだったね。波に対して直角に行けば横転しないよ。はひー、これはどういう状況なんで。あ、起きたー。早く上がって、ここでイカダが流されたら。サメのご飯。待て待て、わかった、いいよ登れ。じゃ行こうか。何事もなかったかのようにまた走り出した。ごめんなさいわ。はい、また来たまた来たよ。直角に入れば平気なんだ。それは単に転覆しないというだけの話よ。余裕余裕。どこが。ちょ、右から来てんの。ああ、あんたほら余裕でしょ。そんなねえ、バッキバキで何言ってんだ。死ぬかと思った。今日はヤバかったな。誰のせいだよ。こうして恐ろしい一日は過ぎていった。ちなみにマジで波トラウマを持つペンギンは夜勤で荷造りをするとき、まだ手が震えていた。遭難から13日目。ワクワク島での荷造りを終えた。おはようさんです。引っ越し第一便は丸太を中心に運搬したいと思います。出航しようというときに嵐が来た。昨日のことを教訓に止むまで待機。雨が止んでからイカダを出した。今日も安全運転で行きたいと思います。今日はでしょ、なんかしばらく言われそうだな。紫外線で体熱々になってるから、帰ったら一旦海に入って、それから荷物を全部開けよう。ついでだからあの船の中を軽く見てくるか。コンテナあるかもしれないね。ここから下に降りられるようになっているな。ベッドとか、ダイニングかな。居住空間っぽいね。コンテナあったぞ。やった。紫外線に焼かれた体を冷却するついでに、新たなコンテナをゲット。今日は極めて順調にことが進んでいた。あれよ、紫の変な生き物、イソギンチャク。鬼人手だね。人手でしたか。表面のトゲトゲに毒があって、踏むとすごく危険だからね。うへぇ。あれって駆除できないんだよね。できそうになかったぞ。あれの上に枝で台を作っちゃえば踏まずに済むかもね。それなぁ、蓋をしちゃえばいいのか。引っ越し終わったらやろうね。うむ。何もかもが順調。夕方からは、運んできた荷物を片付け、散らかしっぱなしだった荷物も整理した。空いたコンテナを作るためとはいえ、ちょっと散らかしすぎでしたね。お恥ずかしい限りです。おかげで丸太をたくさん運搬できたし、いいじゃないの。片付けが終盤に差し掛かった頃、不穏な音が聞こえた。ヘビが近くにいる。うわぁ、これガラガラヘビじゃないのか。逃げた方がいいぞ。貸してみ、この主要民族マリサ、容赦せん。明かり消すとヘビ見えないって。ヘビは擬態するからな。イケボの言う通りだよ。豚は逃げて行ってたから平気じゃね。ほらそこだ。うわぁ。うわぁ。襲われとるやないかい。うわぁ、毒だ。やばい、解毒剤ないよ。クスシはおらぬかぁ。材料がこの島で見つかればいいけど、持ってる分はまだワクワク島だよ。やばい、霊夢さん見てー。ブツブツやないかい。ポイズニングって書いてあるな。この島に材料があるか探そう。慣れてきた頃に事件は起きる。っていうか今日はちょっと順調すぎた。必死の捜索も虚しく、この島では解毒剤の材料であるピピが自生していないようだった。やばいやばいよ、ワクワク島に戻るしか生き延びる方法はなさそうだよ。動き回るのをやめて体力温存する。そうしよう、夜が明けたらイカダを出そう。こうして不安な夜が過ぎていった。遭難から14日目。空腹度と水分量を満たすことで体力の消耗を防ぎながら長い夜を耐えた。どっちみち引っ越しで戻るんだし、結果オーライじゃね。引っ越しに死亡フラグとかいらないですん。でもヘビは駆除できたからそれは良かったよ。音を出して威嚇するってことは、こっちが何もしなければ攻撃してこないのかもよ。確かに
最初からやる気なら黙って噛んでくるか。次に遭遇したら、様子を見てみよう。じゃあ早速解毒剤を作ろうか。あそこのコンテナに入ってるよ。これか、すぐに必要にはならないからって置いていったコンテナだな。これをココナッツの水筒とクラフトするわけね。クラフトスキルが上がったな。おかげさまで。これが解毒剤か。簡単な材料なのに苦労したな。ありがたくいただきましょう。まだ毒状態だな。いただきます。あ、ブツブツ消えたんじゃない？もう効きました。はあ、よかった。皆様お疲れ様でした。引き続き毒には気をつけてくださいね。2日連続で危険な目にあったが、どうにか事なきを得て胸を撫で下ろした。ところが、マリサの次男はこれで終わりではなかった。うわー。